ミーパンが衝撃の告白をした結果、ミーパン、ヒナ愛の懺悔大会でバカキャラだと思うんですが、実は偏差値65くらいの学校に通ってましたと告白。そしてエスカレーター式でいわゆる付属のバカだったと自白。いや知ってた笑い。ミーパン小学生の頃は賢かったんだな。おそらくだけどほとんどのお日様がこれ知ってたと思う笑い。ミーパンのネットでチラッと見たことあったけど、普段の言動を見てる限り嘘だと思ってたわ。偏差値65ってマジですごいな。ミーパン今更のカミングアウト笑い。エスカレーター式で付属のバカって言われると普段のミーパンにも納得できるわ。エスカレーターはね、偏差値が伴ってない可能性もあるからね。ミーパンちゃん、偏差値が高い学校へ通っていたのか、ちょっと意外かもしれないな。ミーパンは言語化能力があれなだけで、実は賢メンバーである流派に属しています。ミーパン偏差値高いって噂あったけどガチなんやな。小中だか私立ってことなのかな。やっぱ坂道お嬢様多いな。エスカレーター式だったのは初めて知った。ミーパン、俺だけに味噌汁作ってくれ。ミーパンが実は賢いの結構有名だったよな。偏差値65で小中だかってミーパンの家は金持ちだな。